前回のあらすじ。犯人ではないかと、ずっと自分を責めておられました。黙れ、後からならどうとでも言える。私は女神がしたことを許せない。さあ、カイム、そろそろこいつらを消すんだ。だから指図するなって言ってんだろうが。まあいい。それじゃあ最終局面と行こうか。く、ついに来るか。ゆかり、ミュウ、レイム、来るぞ。って、あれ？レイムはどこ行った？赤いまんじゅうよ。目覚めるのです。目覚めろって言ってんだろ。ち、目覚めろやー。はい、なんでしょうかー。あれ？ここどこ？ここは天界だ。天界？それはお前だろ。天界だ。しかし今は打天使たちが攻めてきた関係で真っ暗闇になってしまってるがな。え？それはいいんだけど、なんで私が天界だっけ？そこにいるの？お前はマリサというバナナに叩かれて死んだんだ。だからここに来た。それだけだよ。え？私死んだの？大しちゃったの？マジで？マリサの一撃で私の人生フィニッシュしちゃったの？まあいいじゃん。お前の人生は元から終わってるようなものだし。でもね、君を元の世界に戻す方法があるんだよ。え？ほんと？教えて教えて。それはね、私と合体してほしいんだ。え？合体って、ミュウとカイムの仲間のやつしか使えないんじゃないの？あれ？ミュウが話してた気がするけど、まあ知らない方が好都合か。ね、実はミュウとそのもう一人の他に、あと二人合体の術が使えるものがいるんだよ。そしてその一人が私。え？でも水晶玉でしょ？いや、これはね、ルシファー側の攻撃を受けちゃって、体を水晶玉に変えられちゃったんだ。え？それはかわいそう。だから私が呪文をかけるから、私と合体してくれない？もちろんすぐ元に戻すし、私と合体すれば君は現世に帰れる。私は元の姿に戻れるんだ。どうかな？悪くない話だと思うけど。うんうん、それなら全然 OK。私はこのままじっとしてればいいのかな？うん。そのまま動かないでね。じゃあ行くよ。よろしくー。ふふ、ようやく戻れたよ。それにしても油断した。女神のやつがまさか私を水晶玉に変えてくるとは。まあ偶然ここに来たバカのおかげで私は元に戻れた。ふふ、私が天界のもの？バカじゃないの？私はルシファー様の右腕だよ。ほんと。バカだよねー。まあこいつのおかげで私は元に戻れたし、お礼だけは言っておくとするか。よし、待ってろ女神。必ずお前を消してやる。では私から行くぞ。くらえ。あー、アークエイク。させません。ほう。少しはやるじゃない。まあそうじゃないと面白くないしね。じゃあこれならどうかな？な、あれは、なぜカイムが使えるんだ？ふふ、君たちがこれを使えるようになったのは、術者のミュウと合体したからでしょ？ということは、もうわかるよね？トララと合体したからカイムさんも使える、ということですか？そういうことを、さあ、さっきのバリアを張れ、バリアごと粉砕してくれる。やるしかないのか。行きますよ。ふふ、そんなもので、私の攻撃を耐えれると思ったかー。なんというパワー。押されてるんだぜ。弱い。弱すぎる。お前たちの力はこんなものなのか？ミュウよ。ようやく貴様を消す時が来たようだ。長かった。本当に長かったぞ。トララ、なぜ女神様を裏切るのですか？女神様はあなたのことをずっと心配して。黙れ、心配、ふざけるな。ならなぜ奴は私を見捨てた？なぜ私を助けてくれなかった？許せない？さあ、消えろ。さあお前たち、消えろ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。